はい、えー、これはですね今言ってるのは、えー、と肩と腰を傾斜に合わせるんですねでその場合は上ってるとこがあのオープンスタンスで下ってるとこはクローズスタンスになります、えー、いいですか肩と腰のラインを傾斜に合わせます、まあ、ぴったり合わせなくてもね大体いい合っていればああ打ちやすいということですねで従来の理論というのはじゃどうだったかというと上りのラインをクローズスタンスにして えー、肩を水平にしてガチャンとボールをにぶつけるそういう打ち方が正しいとされていました、えー、そして下りのラインはあの打てないので、えー、オープンスタンスにしてクラブを開いてカット打ちをするというのが従来のアプローチの正しい理論アプローチに限らずショットもそうなんですけれどもあの同じように。 そういう間違った理論でゴルフが行われてきましたそれによってスコアを多くそういう場所では崩すことになっていましたねそこが大きく変わったところです変わったというかアマリン理論によって私が変えちゃったところなんですけれども実際トッププロの多くは私の言っている今の理論で ゴルフをされていますトッププロというか、まあ、上位の人ですね当然勝っちゃいますからねそれができない人は負けていくからちまた、あの,のインストラクターとか PGA のティーチングプロとかそういう連中はまだ昔の理論でゴルフを、まあ、やられているということになっている状況でございます。えー それはもうこの今やっているレッスンの中でも出てくるんですけれども、えー、そこが大幅にえ私山海春彦が作ったえゴルフ理論でございます。はい、以上